長山県と容疑者は NHK 大河交番、ビータ、と陰で揶揄され、武功すぎたか憧れのアニエータの壁。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。大麻所持の疑いで16日に警視庁に逮捕された俳優の長山県と容疑者、34。 来年の NHK 大河ドラマ、光る君への出演を辞退するなど波紋が広がっている。最初は、記憶にないのでわかりません。と、供述したというあやと容疑者に、ネット上には、ダサいな。潔く認めた方が印象いいのに、などと厳しい声が続々。一方、弟の逮捕を受けて取材に応じた兄の長山へいた40は、俺は許さない。 それだけですね、と、強い口調でコメント。これには、立ち直ってほしいからこその厳しいコメントだと思う、ビーシというお兄ちゃん、かっこいい、などと、好意的な声が多数寄せられている。2020年には NHK ドラマ、リビング、で兄弟共演が実現。 ドラマ収録後に兄弟が仲良く並んでスタジオで番宣する様子が放送され、その際、エイタさんは笑って兄弟で共演するのはこれで最初で最後になるかもしれませんしね、なんて話していました。まさかそれが現実味を帯びるとは、あの頃は誰も思わなかったはず。視聴者からまた共演して、と望む声も多かったのに。 芸能ライターのエリザベス松本氏。ケント容疑者のデビューは2007年。その頃、兄のエータはすでにいくつもの映画やドラマに出演する若手の中では頭一つ抜きんでた売れっ子俳優だった。そもそもケント容疑者はエータさんが出演した映画青い春2000。 二年に心を揺さぶられ役者を志したというぐらいお兄さんに対する憧れが強いんですが長い間兄弟だけど似ていないともっぱらでした。デビュー当時からあのエータの弟だからと注目する視聴者もいましたがお兄さんのようにすごいスピードで売れていく感じはなかった。そのためお兄さんのエータの名前をもじり、ケント容疑者を ビーフとし、よばわりしていた口さがない視聴者もいたほどです。女性編集者。さすがに、ビータ、よばわりは屈辱以外の何者でもなかっただろうが、兄と比べられる覚悟はあったのかもしれない。ケント容疑者は、着々と実力を積んでいき、ここ数年では、エータの弟、ではなく、長山ケント、として、しっかり認知されるように。 今では、レンドラや映画のメインキャストとして引っ張りだこだった。最近は落ち着いたようですがかつてのエータさんは酒癖が悪く泥酔報道もしばしば、加えて喧嘩早いというやんちゃっぷりだった。でも、そんな報道があっても、仕事のオファーにはほとんど影響しませんでした。 泥酔した兄を店に迎えに行くこともあったというあやと容疑者は、兄のそんなブライハブリに憧れ、自身もそうありたかった部分もあったのかもしれません。三兄弟の末っ子で、金魚の糞のように兄の後ばかり、ついて回っていたせいで、比べられたくないというより、どちらかといえばブラコン気味だったのでしょう。でも、兄のようにはなれない。 人知れず闇を抱えていたのかもしれません。スポーツ紙芸能担当デスク。前でのエリザベス松本氏は、エイタさんは、見る人が不安になるような薄気味悪さや危うい演技が持ち味。一方、ケント容疑者は時代劇のかつらや衣装、所作が抜群にはまる俳優さんだなと思っていました。 兄弟それぞれの持ち味がはっきりと出てくるようになっていましたし、ケント容疑者の光る君へでの藤原隆史役を楽しみにしていた視聴者も多かったのではないでしょうか、とため息をつく。非生活では数年前に三島光37との交際報道もあったが、とっくに破局。今回の逮捕で明るみになった通り、すでに新しい交際女性もいるようで、 公私共に順調だったように思えるのだが、一体何がケント容疑者をドラッグに走らせたのか。所詮ビーフと氏はビーフと氏のままだったということなのか。